はい、どうも皆さん、こんにちは、ノアです。今回はトレード品の開封、動画なんですが、その前に一言、昨日ね、ちょっと動画投稿、お休みさせていただいたんですが、まあ、ツイッター見られた方はもうご存知かと思います。今回のゴッドボスですね、まあ、もう皆さんご存知の通りね、あの強さの、まあ、ゴッドボスということで、自分も結構ね、戦ったんですけど、今のところ、なんて言うんでしょうね、そのデッキがまず、まあ考えついたデッキがことごとく破れるっていう。で、まあここら辺のカードかな、これは違うかな、まあベビートランクスとか有効だったんでね。で、CC のとかね、使って敵のパワーをコピー、できるので、あのゴッドメテオの効果を受けずに、まあ大ダメージ与えられる巨大化キャラということでね、まあいろいろやったんですけど、あと固定ダメージとかでね、まあことごとくね、まあ破れ去るという。で、まあね、今日ちょっと、まあ、今日っていうか昨日の夜かな、デッキ思いついたんで、それで今日ね、やろうと思ったんですけど、あるバッジがなかったんで、それを、ちょっと今日ね、また、取りに行こうと思ったんですけど、まあ、出なかったっていうね。で、昨日はそれで、まあ、そのベビートラとかね、チーシーノンとか使って攻略しようとしたんですけど、まあ、その動画に収める前に、まあ、やられてしまったという、なので、ちょっと動画がね、出す動画がなかったという状況、だったんですが、本日はですね、佐々木、って書いてあるんですけど、佐々木 TV さんでしたっけ、確か。で、まさかの、ちょっとね、言いにくいんですが、切手が、88円ほど、不足しておりました。こちらは、多分後ろに住所が書いていなかったので、万が一ね、戻ってきた時のための住所が書いていなかったので、それで多分、行き場がなくなって、自分のところに来ちゃったのかなっていう、感じですかね。まあ、そちらは自分が払っておくので、まあ、別に大丈夫です。で、中身の方、結構な、物量がちょっと入ってますが、お、多分この一番先頭にあるのがメインかな。あ、そうですね、多分。あれ、どれだったかな、メインが、こちらの2枚ですね。メタルクーラーとリルド将軍ですかね。こちら2枚が、メインの、今回のメインの品ですね。手紙が入ってますね。今回トレードということで送らせてもらいます。おまけもつけたので見てくださいねということで、佐々木よりというふうにね、字が汚くて読めるかわかりません。いや、全然綺麗ですよ。で、今回のメインの品が、まあ先ほど見えたこちらの2枚ですね。あれ多分、あ、リルド将軍、これは2枚つけてくださったんですかね。お、しかも備品、すごいな。ほとんど備品ですね。こちらのリルド将軍、ちょっとネタデッキで、欲しかったんでね。はい、マシンミュータントユニット持ってて、アビリティがマシンミュータントでね、気力回復できて、まあ、ヒーロータイプなんでね。で、バスもガードブレイクついてるんで、結構、ネタデッキ要因でね、優秀なんですよね。まあ、自分ここら辺の、ドフタミュー側とかもね、結構敵キャラでは好きなので。あとはベビーとかかな。で、メタルクーラーですね。はい、こちらメタルクーラーコアの、メタルクーラーが多分これで5枚揃ったのかなっていう感じですかね。まあそれ用でちょっと希望させていただいていたんですが、まあだいぶ前のトレ提供動画ですね。はい、状態はね、もうピカピカですね。で、イラストもすごいかっこいいんですよね。後ろにベジータが映ってて、このメタルクーラーの感じもすごいね、邪悪なオーラをまとっててね、イラストもすごいかっこいいんですよね。で、こちらがメインの品で、おまけの方をつけてくださってるんですけど、すごい量ですね。では、まずおまけ、1というふうにね、書いてある、方からですかね。トレード品開封の動画って結構久しぶりな気がするんですけど、これはどっちから見た方がいいんですかね。チャオズですね。結構古いやつですね。ジャークリミッション1なんか。そして、タオパイパイ。お、SR。一流の資格と不屈の戦いユニットっていう、これ一時期結構流行ってましたよね。UR のブルー将軍とか使って。あ、で、こちら紫総長とかかな。一時期ね、流行ってましたね。そしてブルー将軍ですね。はい、レッドリボン軍への忠誠ですね。まあね、あれだけの忠誠心があったのにもかかわらずね、最後はタオパイパイにね、舌で、ベロでね、やられてしまうっていうね。そしてゴテンクスゼノ。こちらは7段だっけな。7段のゴッドカメハメハのやつですね。通信論の SR。これは結構自分もね、使ってるんですよね。たまにちょっと友情上げとかね、サブでやったりするときに、邪悪流デッキで、組んで戦うときに使ってますね。7段の UR じゃないや、SR の魔人ブーですね。
はい、世界チャンピオンの親友っていうね、7段の顧問のミスターサタンと合わせるとね、すごい、これ面白いのでね、まあみんなもうやったとは思うんですけどね、ちょっとこれ入りきれないかな。孫悟天 SR で、天性の才能。こちらは自分がイラスト結構気に入ってるんで、今でもね、ちょっと、その当時からね、交換してるんですけど、これ、旧ヒーローズ3段のね、カードですね。これ、H3 って書いてあるんで。そして、防御無視の一撃でしたっけ？孫悟飯青年期。あ、無力化のロックオンバーストか。と、引き出される力ですね。そしてこちらがちょっと今回の、ビルスたちかな。あれのゴッドボスを狩るときに、自分が使おうと思っている一枚ですね。ちょっと、あるバッジをゲットしたらもうすぐにでも動画に、する予定なのでね。ちょっと楽しみにしていただけると嬉しいです。戦士の絆ですね。連携人数分ね、与えるダメージが、固定値アップするっていう、で、最大で5000ダメージ上がるっていうね、SR で、そんなね、狂気的な一撃をね、出せてしまうという。まあ、今回のゴッドボス、ぶっちゃけ、ほとんどエナジーも貯められないし、パワーも1にされちゃうんで、まあ、ベビトラ使うなり、まあ、ピッコロみたいな感じで、固定ダメージ攻めるのが自分はやっぱ一番いいと思いました。で、ピッコロの中、すごいですね。このピッコロ仲間への指南持ちですね。で、ピッコロのネイルと同化、プロモーションですね。ちょっと、いつのやつかわからないんですけど、P8 の36。なんだろうな、大会プロモとかですかね。で、最後はフライングフォーメーションの、シグマですね。まずはおまけ1がこのような感じで、おまけ2の方ね、ちょっと開封させていただきたいと思い、ちょっと待って。これダブル持ちのブロリー。ちょっとこれ最後の方がいいのかな。すごいな。プロモーションのゴテンクスですね。これは何のやつでしたっけね。グミかな。ちょっとグミに似たような気がするんですけど。そしてジンジャーですね。これもプロモーションですね。ジンジャーのプロモなんて見たことないですね。そして、破壊王子ベジータ。これもプロモーションかな。狙い撃ち。そして、孫悟飯少年期。あ、友情の奇跡の孫悟飯少年期ってそういえば、懐かしいですね。確か旧ヒーローズ1段の UR がね、ちょっと持ってて、で、あれがユニット持ちでね、また強かったんですよね。孫悟飯少年期、アビリティがないっていうね、すごい珍しい。これは V ジャンかテント配布だった気がしますね。ちょっとこの頃はちょっと覚えてますね。そして、孫悟飯未来。あ、これは、あれですね、ジャッキー・チューンの対象で、孫悟飯未来なので、トランクス未来かな、あれの UR と合わせると、ちょっと良さそうな。でも、イラストもすごいかっこいいですね。やっぱ、プロモーションって、ほんとイラストがね、なんか特殊な感じがして、自分は好きです。そして、仲間への指南持ちの孫悟飯、青年期 SS ですね。ちょっとね、プロモーション、自分ほんと持ってないんで、ほとんど持ってないカードばかりですね。そして、孫悟飯青年期の、金色の戦士。ですね。これも全然知らないですね。ボージャックの変身後かな。うわ、白目になってますね、これ。これ。いやー、すごいな。強烈な一撃。持ってないし、見たこともないカードばかりなんですけど、最後がですね、これね、いつかは買おうと思ってたんですけど、結構これ値段っていうか、レートがね、少々高めなんですよね。まあ、ブロリーがダブルアタックを持ってるっていうね、なんて言うんですかね、もう原作っていうかもう映画とかね、一切無視したこの設定がね、はい、ダブルアタックの効果が、痛恨のダブルアタックですね。まあ、エリートタイプなんでね、長所伸ばせていいかなっていう。いや、これ嬉しいですね。ブロリー、もう自分ほんとブロリー、大好きなんで、まあ、ブロリストっていうほどでも、ほどかな。まあ、それぐらいブロリー大好きなんで、ちょっとこれは速攻スリーブですね。今スリーブすごい切らしてるんでね。もうあとここに入ってるだけしかないんで、ちょっとやばいですね。ピンチですね。こちらがメインの品ですね。という、内容になっていました。ササキン TV さんかな、確か。ササキとしか書いていないんですけど、確かね、ササキン TV さんっていう、ツイッターの方で伺った限りでは、そのようなお名前だったと思います。では今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。